ジャレット・アレンは、アメリカ合衆国、テキサス州オースティン出身のバスケットボール選手。NBA のクリーブランド・キャバリアーズに所属している。ポジションはセンター。テキサス州オースティンの高校時代の2016年に、マクダナルズ・オール、アメリカン・ゲームの出場メンバーに選出されるなど、注目されたアレンは、大学も地元のテキサス大学に進学。 一年政治の2016から17シーズンに平均13.4得点8.4リバウンドを記録したアレンは大学では一年プレーしただけで2017年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。ドラフト全体22位でブルックリンネッツから指名された。2018年のアレン2019年1月16日のヒューストンロケッツ戦で20得点と、 キャリアハイとなる24リバウンドを記録した。2021年1月14日にネッツと、クリーブランドキャバリアーズ、ヒューストンロケッツ、インディアナペーサーズの4チームが絡む大型トレードで、トーリアンプリンスと共に、キャバリアーズに移籍した。このシーズンのオフに制限付き FA となったが、キャバリアーズと5年1億ドルで再契約した。ありがとうございます。